回は機能する音楽会ということで、まあ、普通機能って考えると機能演劇と機能が機能なんですけど、ね、でもリカーセルとか再帰的であるとか、あとはまあ時は転換もなし、また繰り返すと世の中ではよく言われるわけでございますけれども、時間はある一定の周期を持って繰り返していくんですが、まあ、我々ステップが早いので、あの6回目7回目になったらもう戻ってきたっていうのが結構面白いテーマかなと思っていて、なぜ今年をリカーズなのかっていうと、やっぱり昨今去年末ぐらい、去年中頃ぐらいからの AI の進歩っていうのはすごい目まぐるしくて、例えば言葉やもしくはポエムやハーモニーやさまざまなものを、抽象的な言語で識別できなかったものが一旦数学的なものになるものによって、あらゆる芸術は前 2.0 に移行している。そうやってくると、最初に言ってた耳で聞かない音楽っていうのは、実はもうそのフレージング自体はアップデートされるべきで、もはやがコンピューター自体は耳以外の音楽を既に聴いているわけですよね。それは音も聴いているし、文学だって音楽のように捉えているわけですし、逆に言うとハーモニーは料理かもしれないし、料理は音楽に変わるし、で人生は映画だし、映画は、DNA に なってしまって、また子供として生まれてくるかもしれない。でそうなってくると、やっぱ最初に戻って、うん、まあじゃあ、我々が日本でオーケストラやる意味ってなんだってことで、もう一回立ち戻ってるんです。でもう一回出して、そしたら、あの鳥が鳴き始める。はい、鳥が鳴き始める。そしたら、はい。今回あの一つこう主軸になっているのが、まあ、AI にあの実際にオーケストラを聴いてもらって、もしくはオーケストラを、まあ、解釈してもらったときに、一体どういうビジュアルが生まれるんだろうっていうのが、まあ、一つの新しい試みだと思っていて、その後すごくこう実験的だし、ビジュアルもまさにその本番の時に生まれる可能性があって、ここまで、ね、あの楽曲が素晴らしいものになってるから、まあ、やっぱりこう AI も頑張ってもらって、ね、あのいいビジュアルが生まれるようにちょっと僕らも制作していきたいなと思います。とりあえずここあのこのワンで、ね、作曲家って自分ではない、自分から来てない、なんか違うものからインスパイアされたいって言った時に、あえて数学とかそういうのをわざと使って、面倒くさいのに使って、そこからインスパイアされて書くっていうのはあるんじゃないですか。このオーケストラはすごく文脈性が高いんですよ、実は。つまり1公演しか毎年やらないくせに、去年やったあれまではとりあえず俺たちは理解したので、次はこの実験をしてみよう力がすごい高い。同じことは2度やらないのが結構ポイントなので、ぜひ毎年 の違いを楽しんでいただければと思います。多様性とか、俺って聞いていいんだと思える、その空間のあり方みたいな、感動し、去年感動したのに、今日は聞いて感動したんですよ。あらゆる感覚、あらゆる感覚と共にあり、毎日はハーモニーであると、こんな喜ばしいことはないってことですね。そしたら、それっていうのはデジタルネイチャーだし、機能する音楽だし、我々が自然を見て人間としてどう感じるかっていうことの極みがさっき広がる風景であって、あれは人間っていうある種のコンピューターに音楽を入力したら波の映像が出てくるし、波の映像を沖縄を入力したら音楽が出てくるっていう、その間の関係性を突き詰めていけば、いつの間にかすごく気持ちいいところに行けるっていう話なのかもしれないなと私は思っており、はい、そういったことが最後きれいに分かったらいいなって思います。